今回は新作 DVD のですね、達人技と受け身のですね、紹介をしていきたいと思います。ではお願いします。では真ん中あたりに立っていただいて、はい、受け身とですね、達人技がどんな関係にあるのかはですね、今回の DVD ではいろいろ解説したり実技を行ったりしています。まあ、受け身をですね、取らせることが投げであるということでですね、そういうテーマで解説しています。ですので相手に対してこう受け身をですね、取らせてあげると、技になるということで、その受け身の準備姿勢にしてしまえばですね、こう相手が受け身を取ってしまうと、そういうのが今回のですね、テーマです。どうやって受け身の準備姿勢をですね、するのかというところが一つのポイントでですね、こんな感じで、受け身の準備姿勢にしてしまえばですね、前に投げたり後ろに投げたりすることがですね、簡単になりますので、その辺はですね、DVD で、見ていただくといいと思います。はい、では交代してやってみたいと思います。はい、こんな感じでですね、いろんな投げ方が可能です。受け身の準備姿勢まで、取らせてしまいますとですね、いろんな感じで、投げることができます。はい、では今度は前回受け身をやってみたいと思います。はい、こんな感じですね、前回受け身をさせたり後ろにさせたりですね、あとは、じゃあ横受け身にさすやつをやっていただいて、はい、こんな感じですね、受け身をコントロールしていきます。